ちなみに宿泊先はお化粧という民宿があるんですけど、そこの民宿に泊まりました。看板猫の姫ちゃんが懐いてくれてすごく嬉しかったです。夜も姫ちゃんと一緒に寝ました。2日目は朝から私の上に姫ちゃんがどんと乗ってきて、おはようと挨拶してくれました。2日目は台風接近中のため外には出れず、民宿の中でゆったり過ごしました。3日目は久々にメイクをしてもらって海を見に行きました。じゃじゃん、海はこんな感じでした。この時はね、フグが泳いでました。こんな感じで、そしてまだ台風の影響とかもあったので、こんな感じになっています。そしてこの日は夕日をバックに写真を撮ってもらいました。とても綺麗で感動しました。4日目は水着も届いて、あと海に入りました。初めて海に入れたのでとても嬉しかったです。そして海の中で潜ることができました。ということで新島一人旅前編はこんな感じです。後編も楽しみにしていてください。